新幹線が止まるのは淀川区だけよ。新大阪駅から東へ西へ時速300キロ。淀川区の河川敷でアウトドアをしよう。ランニングやサイクリング、バーベキューもできる。河川敷から見える夜景もおすすめやで。みんな大好き夏のイベント、淀川花火。淀川花火を見ればみんな笑顔。